今日は黒白を決める握りをやりましょう。まいちゃんとゆうきくんだったらまいちゃんの方が年上だから、まいちゃんが白石を握ってください。はい、こう石をいくつかね握ってこうやって盤の上に置いてくれる。うん、じゃあゆうきくんはまいちゃんの手の中の石が偶数だと思ったら石を2個出しながら偶数1000と言ってください。で、奇数だと思ったら石を1個出しながら奇数1000と言ってください。奇数1000。あ、奇数だ。ということはこの後はゆうきくんが黒番ということで始めます。前回握りの話をしたんだけれども、今日はもう一つ大切なお話をするね。握りで黒白を決めた場合、黒は白に5目半あげなくてはいけません。これを込みと言います。囲碁では先に打つ方が有利なので、この5目半をあげることによってその差がなくなるわけです。5目半の半って何？それはね、1目の半分っていう意味なのね。この碁盤を見てくれる？これは整地された後の図なんだけれども、黒の陣地は25目、白の陣地は20目、込みをプラスすると白の陣地は25目半になるのね。これは白の半目勝ちということになるんだけれども、5目半の半というのは引き分けをなくすためにあるんだよ。今日は石を絶対取られなくする方法をお話しするね。この3つの中で1つの黒石は 100% 取られない形なんです。それはどれでしょうか？じゃあこれ、これ、これはここに打たれると壊れて取られちゃうよね。で、これはここに打たれると取っても取られちゃうよね。じゃあこれはどうだろう、ここに打つことはできるかな？できない。空いてるもんね。ここに打つことはできない。はい、ということでこういう形を目って言うんだけれども、目を2つ作ると絶対取られないんだよ。今日は目の続きをやりましょう。この3つの図の中で1つ絶対取られない石があります。それはどれでしょうか？これ、うん、まいちゃんが選んでくれたこの形、これは目が2つしっかりあるので取られない石ですね。ではこれはどうでしょうか？目に見えてここは取られてしまうんです。ということは目が1つになってしまいました。これはどうでしょうか？ゆきくんが選んでくれた形なんですが、ここも目に見えてこれで3つ取られてしまいますので、目が1つになってしまいました。こういう目に見えて目じゃない形を欠け目っていうのね。欠け目はすごく大事なところだからしっかり覚えようね。はい、今日は碁会所に来ています。ここはね、私が子供の頃しょっちゅう来てたとこなんだよ。今日はね、初心者の子を2人連れてきたんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ初めての方だから、おじさんが記録をちょっと見てみますから。あ、わかりました。だいたい記録は25球ぐらいです。まいちゃんの記録は22球ぐらいです。お55点。これをね、各自持って、はい、はい、じゃあカードを使って誰かと打ってみよう。よろしくお願いします。今日はダメを覚えましょう。黒が打っても白が打っても得をしないところをダメと言うんだけれども、この局面でダメはどこだと思う？ここダメじゃないところはここ。じゃあ見てみましょう。黒が打っても何の変化もないよね。白が打っても何の得もないよね。じゃあこっちはどうでしょうか？ここに打つと次取られちゃうよね。だから白を守る必要があります。ということはここはダメではないところでした。でこっちがダメなのね。こういうところは終局する前にどちらかが打ちましょう。そしてダメは数えやすくするために終局してから作りましょう。ちょっと待って、まいちゃん、実はこれ少し損をしてしまうんだ。この形は何も打たなくてもこの黒石逃げられないよね。こういうところはこのまま終局してもこの石は揚げ浜と同じ扱いになるんだ。もしここで1手入れると白地は 1,2,3,4 目。このまま終局すればこれは揚げ浜と同じ扱いなので 1,2,3,4,5 目。
何もしない方が一目得してるよね。じゃあゆうきくん、もう一箇所そういうところがあるんだけれども、それはどこだと思う？ここ。そう、ここだよね。最初は難しいと思うけれども、少しずつ慣れていこうね。はい。今日は二人で対局をしましょう。お願いします。あれあれ、すごい真剣勝負だね。いいよ、全然。来て来て。終わり？うん。ゴミをプラスして、次の23目。3目です。まいちゃんの勝利です。いや、しかしいい勝負だったね。じゃあ、勝ったまいちゃんにご褒美です。今日は相模原市の上溝南中学校に来ています。ゆかり先生は早速生徒さん相手にご面打ちです。私も9路盤で対局してもらいました。前より強くなったかな。石を分断されちゃった。対局の後は先生がアドバイス。どっちを取るかはもう本人の自由なんだけれども、碁を始めて1年に満たない子がほとんどなんですが、すごい強くてびっくりしました。第2第3の光も夢じゃないと思います。これからもみんな囲碁を楽しんでください。はい。いっぱい取ったね。じゃあ参ったね、はい、こうやって逃げてっても階段みたいな格好で石を取られちゃうのを主張っていうんだ。逃げてきた方を当たりにして、逃げてきた方を当たりにして、これを繰り返していくとこの黒は逃げられません。主張になったらなるべく早く諦めて他のいいところを探しましょう。今日は下駄をやりましょう。この1個の石を取るうまい方法があります。それはどこでしょうか。ゆきくん考えてみて。こうやると、うん、こうやるとうまく取りましたね。こういう格好でここに打って相手の身動きを止める方法を下駄と言います。こうちゃん、今度はどう。ここ、うん、こうやるとこう打ちます。うまく取られてしまいました。下駄は実践によく出てくるので、この機会に覚えましょう。はい。